モートン・フェルドマン、モートン・フェルドマン、モートン・フェルドマン、1926年1月12日から1987年9月3日はアメリカ合衆国の作曲家、世界初の図形部、図形楽譜の発案者であり、後年は演奏時間の長い精質な作品が多いことも重要な特徴である。フェルドマンはニューヨーク市のユダヤ人一家に生まれた、フェルチョ。 不造に門下のマダメマウリナ・プレスにピアノを指示し、後にはリングフォード・リーガーとステファン・ボッペに作曲を指示した。しかし、彼ら教師の作曲感に同意できないことが多く、議論を交わすことも珍しくなかった。フェルドマンは、この時期に、すでに作曲を始めていたが、後に、彼を特徴づけるスタイルとは大きく異なるものであった。当時の作品に、ピアノソロのためのイリュージョンがあるが、 そこには、ボルペ譲りのテクスチャーの中に、動音個室などの光年の要素も聞かれる。1950年、フェルドマンは、ニューヨークフィルハーモニックの演奏会に足を運び、アントン・ベーベルンの公共曲を聴く。その演奏会場で、ジョン・ケイジと知り合った。ケイジに影響されたフェルドマンは、セリー技法や伝統化声の制約といった、過去の作曲体系とは全く関係を持たない。 作品を書くようになる。グリッドを用いたり、一定時間にそうする音符の個数を明記したりするなど、彼が世界で最初に発案したとみられる図形譜を用いた実験を行った。図形譜を発案したインパクトは、世界中を震撼させ、まずはジョン・ケイジが賞賛して可能性を追求した。その結果が、ケイジのピアノとオーケストラのためのコンサートなどに影響を与えた。 前衛のメッカ、ダルムシュタットでも、この可能性が絶賛され、アール・ブラウン、ボグスワフ、セッフェル、ローマン・ハウベンシュトックイコール・ラマティ、アネスティス・ロゴテーティス、シルバーのブッソッティなどへ、次々と影響が拡散した。ラマティに至っては自作の絵を楽譜だと主張して、その絵を頼りに指揮をして即興したほどであった。記号を演奏者自らが解釈して、 結果が読めない音楽を導く流行は、後に偶然性の音楽、不確定性の音楽を生み出す、大きなきっかけになった。こうしてフェルドマンは、世界的な認知を受けることになるが、フェルドマン自身は、結局は演奏家に好き勝手に楽譜を解釈され、自分の意図と違うものを聞かされることに耐えられず、70年代には、この寄付法を放棄する。刑事を通じて、フェルドマンは、 ジャクソン・ポロック、フィリップ・ガストン、フランク・オハラをはじめとするニューヨーク美術の著名人と知り合うことになる。抽象表現主義の絵画にインスパイアされた。彼は1970年代にロスコ・チャペル1971年やフランク・オハラのために1973年など20分級の作品を多数作曲した。ロスコ・チャペルは 抽象表現主義の画家マークロスコに捧げられ、ロスコの作品が収容されている同名の建物にて、初演された作品である。非常に緻密なリズム操作と美しい音色を特定のパターンで反復する様式を徹底するが、まだ、ピアノのようにまだ突発的フォルティシモを使うこともあった。この時期から世界的な知名度も上がり、大編成のピアノとオーケストラのように大人数による、 表現の機会が増加する。しかしながら、演奏時間の制約によるパターン化が避けられず、その後室内楽曲による試みに一旦戻る。80年代以降は、彼は一つの楽章で所要時間が60分以上、なおかつ音楽全体がピアニシモのままという、非常に壮大な作品を作曲し始めた。この時期の作品に、バイオリンと弦楽四重奏、1985年、 約2時間、フィリップ・ガストンのために、1984年、約4時間などがある。特に最後の、弦楽史重奏曲 E、1983年は、単一学賞、休みなしの繰り返し付きで5時間半を要する極端な例である。この作品の完全な初演は、1999年に、フラックス弦楽史重奏団の手により、ニューヨーク市のクーパー・ユニオンにて行われ、 不完全版の初演を行ったクロノスクアルテットも間もなくして完全版の演奏を行っている。また、2003年にはフラックス四重相談の演奏が録音化された演奏時間6時間7分。さらに2006年10月に日本のアンサンブルボアによって千葉市美術館サイホールにて7時間半という史上最長の奏が行われた。外してこれらの作品は 雰囲気の変化に乏しく全曲にわたって非常に静かな音のみで構成されていることが多い。フェルドマン自身は静かな音は彼が興味を引く唯一のものであると述べた。世界中でこの曲を持ち歩いているドイツのペレグリーに弦楽四重相談でも最長で6時間かけたのが残っていて2006年11月18日にはドイツの FM で深夜0時から 朝6時までノンストップでライブ放送された。最晩年に作曲されたコプトの光を描いた頃には演奏時間の極端な引き伸ばしに限界を感じ、短くなった分だけ細かい音を敷き詰める様式を模索したかったらしい。その頃にはすでに致命的な水眼に侵されていた。1987年、フェルドマンは年少の女流作曲家バーバラモンクと結婚したが、 その直後に、ニューヨーク州バッファロー氏の自宅で息を引き取った。唯一の超大なピアノ曲を捧げた皇帝に、バニタ・マーカスがおり、彼女へは、クラーニヒシュタイン音楽賞が与えられた。ジョン・ケージの招きでミュージサーカス内のピアノ出演も、予定されていた当日のプログラムには、誰も、フェルドマンの代わりはできないと書かれていただけだったという。 アメリカ・ニューヨークから学団を変えるニューヨーク学派の果敢な挑戦はフェルドマンの死で事実上終わりを告げた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。